はい、どうも皆さんこんにちは、マオでございます。じゃあ続きやっていきたいと思います。よし、行くぞ。だいぶ王子の装備が重たくなってきたな。こっちか。お、いる。双子の星作戦、双子の星作戦じゃないか。これは平成たぬき合戦ポンポコで工事してる人たちを追い出すための甘いもの食べたい。ダメだよ、糖質がいっぱい入ってるからね、甘いものは。あー、王様だ、すごいよすごい。僕ヘンゼルです。おい、ヘンゼル&グレーテル、お前お菓子の家に囚われの身になったんじゃないのか。二人合わせてヘンゼルとグレーテルです。っておいおい、童話怪談みたいなんでわーわー言うとりますが、僕たち手塊魂大好きだけど甘いものも大好き。王様に夢を叶えてもらえるって聞いてここまで来たんだけど。とんでもない噂がルフされてるな。やだろ、子供たちがそばに寄ってきたら、ねえねえ、夢を叶えてくれるおじさんなんでしょって言われたら怖いでしょ。僕らは甘いものをいっぱい食べたいです。どうでしょういいんじゃないですか。糖質を、しかも直接のね、糖質、甘いものの糖質ってね、太りやすいからね。か、ん？はてなかすで一人一人は今日もあらが、逆だ逆だ逆、何が起きたのかって。座って見ているのも大変です。まあ大阪間も結構大変なの。甘いもの、何、あ、戻った甘いもの、甘いもの食べたいの。わあ、王様も食べたい奇遇、素直にいい、いい、ん、良いアイディアです。では食べに行きましょう。やったノーごね、ごねないというお笑いですね。これはお笑いの基本テクニック、裏切りという技を使っていますね、王様が。あ、ヘングレがいる、ヘングレ。王様、ちょっと見つけたの。お菓子ハウスを見つけました。美味しそうな甘い香り、我慢我慢。王様、我慢です。では、3分ぐらいの時間で、お菓子ハウスを巻き込もう。そして、大きくなったお菓子の塊でこの2人を巻き込んであげてください。おじならできるはず。ではではよろしくね。好きすぎて吸収されるとかいう、なんか、あ、クソでけ、なんだ、ちょっと待って、好きすぎて、あ、危ない、お菓子ハウスだ。うおお、お菓子ハウスの全貌が見える前にお菓子がどんどん崩れていくよ。でも気持ちいいからよし。あー、お菓子ハウスがかつてここにあったらしい。ああ、柱が。もう、やばいよ。基礎工事終わっちゃってるよ、これ。大丈夫ですか？すごい、もうなんか、塊を吸収する重要なところ全部映せてない。ああ、お菓子だ、お菓子。ああ、気持ちいい。もう、でも僕が吸い取ってるところはほぼ全てが、これ、お花。おら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 。よいしょ。お、しかもなんかいとこも見つけた。なんだっけ、変なピンクを巻き込んだよ。ここら辺もらって、あ、これここまでだったな。多分ここ行く前にいて、魔女杖、魔女の足腰はパネで、子供、今日はお祭りだよ。し、そしてお菓子の基礎工事を葉っぱ工事することによって、ジョーカーの破壊工作をすることによって、ここの塊を手に入れる。で、これ後ろに行ったり前に行ったりするからはぐらいだったら、前と後ろを繰り返してやった方がよくて、ここら辺のこの外側、はい、忘れないで、ファンを巻き込むのを忘れずに。まだ2分あるからいいか。もっと俺はお菓子の王様になる。俺はトリコの家を作るんだ。あのトリコの家、アリとかめちゃくちゃたかりそうだよね、あれね。みんなトリコの家食べちゃ、一晩で食べちゃったの？ブスーみたいな、あの謎のキャラいたよね。一回だけトリコの家をデザインするためだけに生まれてきた謎の人。で、タイルもゲットして2分で、ここら辺の小さお菓子も取っとくか。よいしょ、1分前です。ファンを飲み込まないとやばいのかな。まあとりあえずここら辺の1分前だから、そろそろ行くか。ちょっと全部きれいに行きたかったところもあるし、魔女を潰したかったという気持ち。あれあれ、今のは王様へのプレゼント、魔女プレゼントだったの。あ、なるほど。あ、ファンを吸い込んだら終わりになるのか。はい、終わりですよ。わ、ファンも大喜び。甘性ができたな。では帰りますか。まあいいんじゃないか。魔女も、王様に魔女を献上するってすごいな。多分魔女何かしら不老不死の何かを作れるんだろうな、きっと。不老不死菓子、
やだな、コンビニ不老不死のお菓子並んでたらねえママこのお菓子買ってよ。あれダメでしょ、それ食べたら不老不死になっちゃうんだからね、みたいないやすごくあんた見つけたね、お菓子ハウス。あんなところにこんなところに、おさまちょっとキャンドルしました。もう右手がベタベタ、よだれもダラダラです。 92% かなり美味しそう。まあもっと巻き込めるけど、そんなことはどうでもいいの。あっさ、すごい、もう評価も雑になってる。やっぱね、缶コーヒー上司に差し入れしたら評価楽になるみたいな。あ、やった、おー、プレゼント、長い鼻ですか、すごいすごいすごい迫力だけど、王様には小さいです。王子にあげるわ。ファンの気持ち大事にしろよ。ファンを大事にするの大事ね。あら、いとこのハニーだ。あ、甘々ハニー。地球で何やってたの？え、クッキー食べたかった？もう意味わからない。いや、これはわかるよ。あ、なんか今日クッキー食いたいなって日あるよな。カリカリの硬いクッキー食いた日あるよな。柔らかいクッキーって食いたくならないんだけどね。不思議だよね。お菓子ハウスがあること、これが信じられないもんね。だけど、あったからもぐもぐ。そして巻き込んだもんね、もぐもぐ。本当にこんなことしてくれるのは塊魂とトリコだけですよ。いや、カロリーで戦闘力を測るのは失敗だったと思いますよ。よし。え、本当に？王様に塊くれちゃうの？本当にすごい。ありがとう、嬉しいです。どうしようかな？コスモに浮かべようかな？そうしよう。えい！なんか昔、えいっていう話なかった？国語かなんかでさ。エイっていう授業あったよ。カラメル惑星。カラメルか？ほぼ主成分クッキーだった気がするが。カラメルではないと思うよ。カラメルの成分なかったからね。ベトベトになるよ。でもクッキーって手がベトベトにならないからね。あ、第4回。僕の子猫ちゃん。あ！嫁さんが来たぞ、嫁さんが。あら、もう8時。8時 ?8 時。あ、朝か。びっくりした。夜の8時にゴリゴリのパン食ってんのかと思ったわ。急いで出かけなきゃ。たくよ、俺なんかもう絶対にやってらんねえよ。あいつら強く殴れやがってよ。これはまさか運命の門出会い。ドーン！倒れへ。わー、すごい入れ替わっちゃうのかなって思ったけど、運命じゃん。はあ、この二人チューするときってさ、真正面じゃないとチューできないよね。斜めに向けないよ。斜めになったら顔がベチンベチンってなるもんな。あの、ちなみに今のくだりちょっと好きでした。今の、Hello! Hello! Boom! あ、やばい、やばいやつらがいっぱいいる。長い鼻。これつけてみようか。あー、長い鼻です。これ外国人行くとき、これあれですね、魔界探偵ネウロと同じ感じでふん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 って言いながら、この長鼻で、Hello、火がつけられない、火がつかないよ。はい、王様、塊魂は海の向こうでもかなり人気ですよ。ところで私今キャンプに来てます。みんなで楽しくキャンプに来てます、うん、キャンプといえばキャンプファイヤーなんだけど、火がうまくつかないの。悲しい。もう全然ダメね。王様助けてちょうだいよ。いいよ、火をつけてあげよう。火をつけろ。今日は疲れた、帰ってお風呂に。あ、違う、これ外人だ。ちょっと待って、王様はどれだ。ひつけっぱなしだわ。あ、王子どうしよう。え、キャンプファイヤー、それどころじゃないです。王様キャッスルに帰ってお風呂の火を確認しないと。ケテマリーはアメージングです。アマゾンかと思ったわ。アマゾンアメージング、アメージング、アメージングスパイダーマン。そういえば忘れてた、今日はお風呂じゃなくのサウナ、サウナだ。だから火はわざとつけてるの。はい、キャンプ場へ行こう。1+2+3+4+5+6+7+ミキコ違うでしょ、リスン。ミキコ違うでしょ、リスン。はい。あ、ここはキャンプ場。うわ、ちょっとワクワクするよ。みんなもなんだか楽しそう。王様もテントを張りたい。これ待って、塊魂のさ、トリビュートであった、これ火を絶やしてはいけないやつじゃないか、これもしや。これクソ難かった気がするんだけど。スモール組木ですね。あそこに火を灯さないといけない。これを巻き込んで火をつけて、キャンプファイヤーにしてください。ここ激ムズだった気がするんだけど。やべえ。どうした？王様？ま、このくらいの時間で行けたらみんな幸せで。では王様、王子よろしく。
これいろいろ巻き込まないといけないんです。あれ違うか、なんか特に火を灯し続けないといけないみたいなルールがなさそう。ないかもしれん。あ、もしかしたら、いやでも火でかくなってんな。これ火が消えちゃったら、いきなり火が消えちゃったよ、もう最悪だよ、もう生きてる意味ないよ、わかんないみたいなこと言われる可能性が高い。とりあえずお肉を巻き込んでいきながら、あーもううるせえ、トランシーバーがビビるぐらいうるせえ。アメフトボールだ。あーでもそこのなんかそれあったの覚えてるわ、そこにあれがあったの覚えてるから。これ人もいるってことはさ、これ人も燃やせるってこと、なかなか倫理観バグるぜこれあんまりね巻き込みを、これ確か巻き込む、何も巻き込まない時間が長いとダメだったんだっけかな、確かそんな感じのルール付けだった気がするんだけれど、ちょっとどうなってるかは不明、不明点もあり。あーデカリーゼントもいるよ、デカリーゼントも火が弱くなっちゃったり、あと水に入っちゃったらダメなんで、多分火を灯そうという気持ちでいっぱいだから。あやばい、ちょっとここら辺を取っといて、そこら辺の火も取りたいけどな。この葉っぱっていけないんだっけ、葉っぱいけなかった気がするな。あ看板もいけない、これ火が消えちゃいそうだよとか言われたらめっちゃ焦るな。あキャンプファイヤーはまだ取れない、痛いし、コケコッコ、これ生き物は、あ火がついて逃げるだけだ、さすがに塊にするのは気が引けたのかもしれん。ちょっとここぐるぐるしすぎたな。逆サイ、あでもなんかスタートする場所が前やったやつとちょっと違う気がするし、あ物は違うのかもしれんな。燃やせ。でこれはギリギリのここで、よし OK、 落ちないようにしながら火をつけて火を灯していくと。あーそう、ここにキャンプファイヤーとかあったわよしよし、あれでもなんかこれ火が消え、あなんだか変なキノコ巻き込んだよこれあれかな、でもなんか言って、あー火が火を灯した、邪魔なキノコだとか言ってるけど、これはなんか別に火が消えるみたいなやつは、これもしかしてトリビュートで追加になった条件かもしらんな。これまだ取れねえや、とりあえずこっちで、もうでもだいぶ大状態にはなってきて、あと4分間ね。オッケー、とりあえずここら辺のうまいやつを、あーごめんね、ごめんね、ごめんね、危ない危ない危ない、あーやっぱあったわしまった水には入っちゃダメなんだ、え怖っ、いくらなんでも消えますよ、水に入ったら火消えるよ、そのくらい分かってください、その上で転がしてくださいよ。あー切れすぎ、消えちゃった、火が消えちゃった、みんなの気持ちが詰まった、みんなの火が消えちゃった、これはがっかりとかそんなレベルじゃない、上いて、いた、だって希望の火が王子によって消されたんだよ、全然みんな大好きじゃないだよ、全く怖すぎ、王様の心の火も消えちゃったのか、目からビームしか出てこない、分かった、痛い、体罰が痛い、お仕置きなんだけど消えた火をつけるのは難しいことだよ、ちっちゃくなっちゃってる、やばい、いやー王子、え、そんな、やっば、怖ー、王子のメンタル強、金曜日死ぬほど説教されたけど、休日になったら、また転がすの？結構新鮮よね。ルール覚えてる？スモール組み機ですよ。あれつければいいのか。水に突っ込んだら消えるぐらいで、火が消えるやつはなさそうかもな。多分だけどね。わからんが。まあ、とりあえずいいや。このフライパンは取れない。で、火の用心はこれ全部取っていく。まあ、ルート取りをちょっとさっきより効率化できているだろうからして、とりあえずこの野菜を全部、あーこれ取れねえのか、火の用心が取れなくて、ここのお肉取ったら一旦 U ターンで、ここで塊の力を、おい大根取れねえのか、なんで大根取れないのにカボチャは取れるの、大根が怒ってるよ、どうして私は取ってくれないのにカボチャ君は取れるのみたいな、怒り狂っている、怒りのあまりもうド発点ってる、半合の音やばガン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 、若い命が真っ赤に燃えて、ルルルツツツツルル、ゲッタービーム、こういうところは取っといて、まあ塊でかくして向こう行きゃいいってぐらいかな、なんかそんな感じな気がする、あそこに山があったからな、あそこの山取れたらでかいから、とりあえずこの中身取って、でここにある、あれこれまだ取れねえか、クソ
さっきの人生の時は取れたのにな。ちょっととりあえずここら辺もうちょい巻き込んで、ここら辺、あーこっち側取ってなかったな、しまった。ここのラグビーボールとトランシーバーを一回取った上で、でここまで行ってここら辺も取れて、でその上で一回戻ってこいつを全部取って、ここら辺の効率よくで手前側の、おわここにもいいもんあんじゃん、いいもんあんじゃないっすか、わー気持ちいいぜ、はー環境破壊は気持ちいいぞい。こっちだな、こっちのルート取りした方が多分もっと早く行けそうだったな。あーしまった、ちょっとここら辺の細いやつ取りたかったけど、まあいいか、一旦サッド返りして、そこの大塊巻き巻きを、で生き物は弾き飛ばされちゃうからあんまり生き物に体当たりする必要はない。あーでも完全に強くなったら体は、ま、負けないのか、体は負けないけど、でこれでこの人も、あまだ巻き込めないサイズか、完全な王者の風格だったな、何かしたかって俺に言ってたね今。でそこの段ボールももらっちゃおうか、あと4分でしょ、あ段ボールまだ無理か、段ボールはまだ無理だからこれはもう一回ルート変えよう、ルート変えた、あでも焚き火いけたね、焚き火いけた、何か接近中、そしたらどうしようかな、ここ駒回りしして一旦、そしたらそこのチューリップじゃない、チューリップってお前初めて見るのか植物、ここで塊の関係性をやりつつ、あーもうここまでしゃぶれるようになってるね、いいね、そして時間制限はなさそうだね、よし OK、 時間制限というかあれ、火が消えてしまう概念はなさそうだから割と好き勝手できそうで、であとはこっち行った後に落ちないようにしながら、危ない、ここら辺の一家団らんを壊しつつ、一家団らん壊すのがこの世で一番大好きなのは誰、塊魂です、ふう、でここら辺もゴリッといって、謎の服を乾かしている人たちがいるから、その弾き飛ばしで水の中にとかにぶち込まれたらやばいからな、で今回はここの柵も取れる、ここの柵取れるようになったらもうこんなもん勝ちよ、でここのクワも取って、あと3分か、あと3分だからもうちょっと力を蓄えながら、あーまだこれダメか、でもタル取れてる、タル取れていいよ、あー何だか変なの巻き込んだ、キノコ巻き込んだよ、よしよし、でそしたらこっち側行って、もうだいぶでかいからここら辺のやつも全部取れる、オッケー、でもやっぱりこのステージ初めてのゲームオーバーはこのステージにふさわしかったな、あーなんかそうここら辺もなんか巻き込んだ記憶があるわ、でこの上と子供たちは全員吹き飛ばして、必要さえ、かわいそう、火の塊にキャンプファイヤー楽しく遊びに来たのに火の塊、炎の塊に襲われるの怖い、ウルトラマンの怪人にいそうだな。まだ2分あるからもうちょっと田んぼしても良さそう、もうちょい田んぼしながら、でもこのままだと上行っちゃうからな、2分あるから残り1分になったらあの坂を登り始めて、それまではここら辺の必要そうなものを、そこのなんか、あこの裏も行きてえな、この裏行きたいけど、あキノコね、なぜか知らないけどめちゃくちゃ塊魂スタッフ全員が好きなキノコ、多分ねあれ偉い人かね、プロデューサーにね、もうキノコが好きすぎておかしくなっちゃいそうみたいなぐらい キノコが好きな人がいるんだと思う、その上も撮りたいな、あやや日が暮れて1分前になってきたので、あこれやばいかも、橋に乗らない方が良かったかもしれん、ちょっと待って1分だろ、もうちょいここら辺もうちょいだけあさらして、もうちょいだけあさったらもうあと48秒だから、これはもう行った方がいい、もう行った方がいい、これはね多分もう一回ゲームオーバーになる流れな気がする、43、あ邪魔、人がゴミのようだ、ちょっと待ってな、でこれであとはこのままそこの人は吹き飛ばして、危ねえ、33秒 OK、 登るよ、33、32、30で、この外側のやつももらいたい、人間この森壊す、人間嫌い、あ待って、21秒、まだいける、18、17、16、15、ちょっと逆にしたいな、14、13、12、11、19、8、7、粘れ、ほら7秒、わーいキャンプファイヤーだー、なんか火がついたけど、すげえ総合格闘家のなんかマイクベルナルドみたいな名前してそうな人が2人いる、マイクベルナルド、楽しそうで何よりです、では戻りますか、戻りましょう、よし。
はい、戻ります。まあまあ3メーターだから、3メーターの炎を見てたらある程度楽しいでしょいけるんじゃないの。ウェーウェイさてどうでしょう。3メートルでは褒められたい、褒められたいという気持ちでいっぱい。あー気持ちいいわ、お風呂はやっぱり最高です帰ってお風呂、あついついスポンジまで持ってきちゃった。お風呂掃除しながら、お風呂掃除、お風呂、風呂桶掃除しながら風呂入るのあるあるだからやめろって。え、これ塊だ、うん、なんだか火がついてある。あ、キャンプ塊だ、ファイヤー魂ね、忘れてた。おう、3メートル7センチ、2メートルのファイヤーだ、ステーキキャンプファイヤーだね。やった、褒められた。いいね、組木サイズ、スモールスファイヤー。あれ、なんか組木もっとあんのかな。ファンもファン、ファンの友達もこのファイヤーには大満足でしょう。キノコ、怖あら、ハトコのキノコだ。もうキノコのことキノコって名前つけるどうにかしろってえ、おじいさんと踊ってた。もう意味わからないですどう見たって火の塊だけど、よく見ると植物っぽい、うん、なんだか植物っぽい。どうなんだろう、キャンプファイヤーの中身って。まあ以上植物か。わお、最高の日ですね、最強のキャンプファイヤーです。あ、王様とキャラ分けができなくなっちゃったよ。これはワンダフル、これはビューティフル、ビューティフルカタマリ、わいわい、みんな楽しんでくれそうです。火はキャンプファイヤーだけで満足なので、カタマリは王様にあげますえ、本当に王様にカタマリくれちゃうの。本当にすごい、ありがとう、嬉しいです。どうしようかな、あ、コスモに浮かべようかな、うん、そうしよう。えい、キャンプファイヤー製ができた。これでなんだろう、グリングリン火星めっちゃ好きだわ。そしてイチゴにしか見えん、やっぱり火星だよね、だけど小さいなグリングリン火星よし、できたぞ。なんかボード、もう一面ぐらい行ってもいいけど、このブンブンの人もじゃあ次回にしようかな。はい、ということでありがとうございました。それでは次回ブンブンハロー YouTube からよろしくお願いします。じゃあまた次回。